みんな疲れっぴー、ミキだよ。エブリデイ撮ってきた東京運転宇田川です。はい、ということでね、今回はね、皆さんもうすでにお気づきでしょう。 UFOPIC のね、メンバー集め、そしてまた一人ちょっと勧誘したいなーっていう方をちょっと連れてきました。宇田川くん、 UFOPIC の参加していただけますか？はい、お願いします。でね、宇田川くんね、あの見た目に反してかなりシャイな方なのでね、ちょっと今恥ずかしがっちゃってる感じですかね。今日撮影している場所なんですけども、とってきの中にあるフォトスポット、お写真撮れるスポットのうちの一つで、場所が入り口入ってすぐ右側にある扉入って、こうプイって右向いていただくとあるところにあります。ここに結構入ってて、次ステッカーはそんなに小さかったらガッツリなんかいい感じに来ると思うので、見てみてはいかがでしょうか。で、話戻しますね。一番一対一と戦ってたのが実は実行配信ショーの方なんですね。なので皆さんどんなのでかわからないよっていう方は、今から VTR を出しますので、 VTR スタート。東京本店の宇田川です。よろしくお願いします。はい、お願いします。やっていきます。はい、いやここで特別ルールを発動します。わかりました。はい、おいおいやばー、7分めちゃくちゃ強いですね。デッキはクレーンゲームはやっぱりやってくとどんどん上手くなっていくんで、ぜひ遊びに来てください。実行杯でした。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。ではね、これはね、自己発祥の真似なんですけどね、だんだん染み付いてきましたね。ではね、皆さん VTR 見ていただいたと思うんですから、こんな感じでね、結構な自己発祥の運要素をね、跳ねのけやっぱ自己発祥のね、あれをちょっと軽々飛び越えるくらいに上手い方ですのでね、なんとかこうね、ピンチになった時とかひっくり返してるようなことを期待しておりますので、ぜひよろしくお願いします。みんな疲れっぴー、実行杯だよ。はい、 UFO ピックの最後の選手の方をお願いしようかと思って餃子店に来ました。で、今回は私はちょっと初絡めになるので、ちょっとしたゲームをして、また斉藤くんみたいな感じでちょっと距離を縮めて選手になってもらおうかなって思います。うん、いい感じ。私がその景品の絵を描いて、その方にプレゼントをします。で、その方が私の描いた絵を見て、あ、多分これだろうなと思って撮ってきてもらうゲームをしようと思います。なので早速ちょっと画伯が本領発揮して、ちょっと絵を描きに行こうと思います。ありました。
頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、行ってらっしゃいませ。はい、はい、行ってきます。はい、分かっちゃいました。もうこれですね。すいません、出ますよね。さあ、やります。分かっちゃいました。これシンデレラですよね。でも滑るの方が好きなんですよ。遊んでますね。頭が引っかかっちゃってて助けてあげます。すいません、ごめんなさい。ありがとうございます。では、はい、お願いします。ぐーん、これですね。こちらでございます。イエーイ、バッチリでございます。ありがとうございました。皆さん、これ橋渡しだったじゃないですか。はい、どうでした？苦戦しちゃったんですけど、最後の奇跡が、やっぱ日頃の行いがいいね。あー、そうですよね。そうですよね。だと思います。良かったです。おめでとうございます。さすがです。はい。この、ぜひバッチリな感じで、ぜひ、はい、UFO キッズも一緒に頑張ってほしいです。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。チャレンジやっております。期間が7月5日までになっております。応募方法は Twitter とインスタでハッシュタグとってきやごえもんくんチャレンジで投稿してください。あなたの写真がごえもんくんの一部になりますよ。ぜひ皆様のご応募お待ちしております。